はいどうもこんにちは、フル。今日はね、アンテナ買ってきたんで紹介です。こちらね、八重洲の ATS120A ね、これマルチバンドのチューニングアンテナなんですけど、アクティブチューニングアンテナシステムと、だから ATAS なんですよね。これ買ってきたんでね、開封したいと思います。カンハムでね、声飛んじゃってね、ガラガラですいませんね。そろそろ開けないとね、いけなかったんでね。それでは開きましたね。はい、中身こんな感じですね。防水キャップがございます。野外はね、水入ったらこれ多分壊れちゃうんで、防水キャップだと。で、これがあれですね、下側こんな感じですね。で、ここにね、エレメントがつくんでしょうね。お、結構重量感ありますね。結構重量感あります、これね。で、こちらがエレメントですね。エレメント。こうなってまーす。で、これを差し込むということだと思いますけど、ちょっと説明書ね、ここにしてからやります。これが説明書とステッカーだと思いますね。説明書とステッカーと。で、ちょっとね、説明書見てみます。あ、小さいステッカーもついてますね。小さいステッカー、大きいステッカー、小さいステッカーね。で、六角レンチもね、ついてますんで、親切ですね。はい、日本語の説明書ね、ちゃんとついてましたよ。エレメントと防水キャップの、あ、なるほど。付属のビスを緩めて、防水キャップをかぶせてからエレメントをつけて締め込むと。なるほどね。やってみましょうか。じゃあ、まずは六角レンチをちょっと失礼しまして。で、ここ緩めますと。ここですね。あ、緩んでますね。大丈夫かな。こっちも緩んでますね。で、防水キャップを取り付けておくと。まずエレメントを防水キャップに差し込みます。差し込んだかな。よし。よし。はい、防水キャップにね、通しましたと。で、これを、ATS120、こちらにね、刺しますと。あ、刺しましたね。で、この状態で、これ締めるんだな。締めますと。ね。はい、締めます。反対側も締めますと。はい、締まりましたと。もう大丈夫ですね。そこにこう、このカバーをかぶせて、防水キャップをかぶせて、完成ですね。これで ATS120 出来上がりと。いうような感じでございます。で、コネクタがちょっと見ると、そうですね、M 型のコネクタで、まあ、がっしりしたものになっているということでございますね。これ走行中はね、なんか伸び縮みできないみたいなんで、こんな感じの ATS120。じゃあね、これちょっとまた取り付けの方、取り付け編の方ね。まあ、取り付けというか、まあ、とりあえず一旦これで終わりまして、また実用編やっていきたいと思いますので、どうもありがとうございました。ATS120A でした。